和田が飛び出したんですね。それ良かったですね。それと変わったティーラシンが点を取ったっていうのは素晴らしい。はい。さあ、裏を取った。柏。中には T ヤシン。その T ヤシンを使う。これが決まる。ティーラシンが決めました。4点目で広島。柏選手逆にそうですね。前が取ったところ裏を取られて。 まあ、柏選手、まあ、広島気をつけなくちゃいけないですね。はい、そのままバイスが上がってますよね。さあ川辺、ボール運んでティーラシンを使う。1対1決定機、浮かしてこれが決まって2対0。ああ、素晴らしい。交代で入ったティーラシン、広島2点目です。川辺のパスですね。はい、川辺のパスからティーラシン、川辺が運んでラストパス。 1対1ティーラシンが落ち着いて浮かして決めました。2対0です。そのシーン、ヘッドルーズボール、先制広島。ワンクッションあってファーサイド、ティーラシン。どう見たと思いますけど最初、はい、